国鉄1 2 0系蒸気機関車。120型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した蒸気機関車である。1874年、明治7年、阪神間の鉄道開業に際して、イギリスから輸入された蒸気機関車である。4両が輸入された。1873年、明治6年、ロバート・スティーブンソン社製。 製造番号2102から2105である。ロバート・スティーブンソン社製の蒸気機関車は、日本では本形式と台湾総特府鉄道に納入された鉄道作業局 A8 クラスと同型の2両のみ、希少な存在である。本港では、1876年、明治9年に輸入された、同仕様のシャープスチュアート社製の4両、1875年製。 製造番号2480から2483。あとの130系、140系についても記述する。動輪直径は 1295mm。車軸配置2から4から0で2機等端式の飽和式タンク機関車である。便装置はスティーブンソン式。安全便はサルター式で、蒸気ドームがボイラー状に設けられている。運転台は、 全面の身に風よけが設けられており、屋根は後方にある2本の交換で指示され、側方、後方は開放式となっている。側水槽、炭庫などには沈み病を多用しており、平滑な表面が特徴的である。1890年代の終わり頃、新橋工場で改造が行われ、開放的だった運転室には、側方、後方に風よけが設けられ、 安全弁もラムズボトム式に変更された。蒸気道具も前方に移設されている。一両は、側水槽を前方に延長し、砂箱を作り替えている。1936年度版形式図による書源を示す。主要寸法は、スティーブンソン製と同一であるが、通常の秒、リベットによって組み立てられているため、側水槽などに、秒頭が目立つのが、相違点である。 2両は1882年、明治15年に、日本鉄道に譲渡されたが、関節鉄道に残った2両、あとの130系は、スティーブンソン製よりもやや遅く改装が施された。日本鉄道に譲渡された2両、あとの140系は、買収まで原型に近い形態を保っていた。1874年に来着したスティーブンソン製の4両は、西部地区。 神戸に配属された。当初は、シャープ・スチュアート製、テンダー・機関車、後の5000系の独版である、13から16と、不板されたと思われが、それを証明する資料は、未発見である。1875年には、シャープ・スチュアート製の造備車4両が来着し、24から27と、不板されたと思われる。1876年、明治9年には、 東部、京浜間の帰還者を奇数に、西部、阪神間の帰還者を偶数とする改版が実施され、13から16は、6、8、10、12に、24から27は、34、36、38、40に改められた。シャープ・スチュアート星の2行、36、40は、前日のように1882年に、 日本鉄道に譲渡され、同社の SS に3系、16、17となった。関節鉄道に残った34、38は、そのまま西部地区で使用されていたが、あと1890年頃に東部地区に転属。スティーブンソン製の4両についても、1884年から1885年にかけて東部地区に転属し、 京浜間で使用された1894年、明治27年には、スティーブンソン製の4両は F 型に、シャープスチュアート製は G 型に類別された。その際、シャープスチュアート製は、34は31に、38は32に改版されている。1898年、明治31年の鉄道産業局による分類では、 両形式を統合して A4 型となっている。1906年、明治39年に制定された鉄道国有法により、日本鉄道は、買収、国有化され、同社に分かれていた2両は、再び間接鉄道に戻った。この買収を受けて1909年、明治42年に制定された、鉄道院の形式称号規定では、スティーブンソン製の4両は120系。 百二十から百二十三に、シャープスチュアート製のうち関節鉄道にとどまっていた、量は百三十系、百三十、百三十一に、日本鉄道から戻った2量は百四十系、百四十、百四十一に改められている。その後、数年のうちに、本グループは当他の対象となり、九百十二年、明治四十五年から九百十五年、対象四年にかけて、 地方私鉄などに譲渡された。譲渡後も、私鉄の間を点々としたものが多く、中にはその私鉄の国有化によって、再度あるいは三度も、国有鉄道に席を移したものがある。遺跡の状況については、次の通りである。120と122は、1914年、大正3年5月に、三河鉄道、現在の名古屋鉄道三河線に払い下げられ、 鉄道院時代の番号のまま使用された。1925年、大正14年に、同鉄道の電化により旧車となり、1934年、昭和9年頃解体された。121と123は、1915年3月に、非、上鉄道、現在の JR 西日本木月線の一部に、払い下げられ、同社の1、2となった。そのうちの2は、 1926年、大正15年に、茅帳鉄道に譲渡されたが、一は1934年、昭和9年8月の日、上鉄道国有化により、再び国有鉄道、鉄道省席に戻り、長簿上は9番の121に復したが、翌1935年、昭和10年には、南宋鉄道に、再び譲渡され、同社の位置となった。しかし、 南総鉄道は1939年、昭和14年に廃止され、その後の消息は不明になっている。130と140は、1913年、大正2年に、宮崎県営鉄道、現在の JR 九州日報本,本線及び津線の一部、に払い下げられ、鉄道院時代の番号のまま使用された。1917年、大正6年9月に、 宮崎県営鉄道は国有化され、両機は再び国有鉄道席に戻った。130は1919年、大正8年に、宝石鉄道2乗とされ、旧番号のまま使用された。同期は1940年、昭和15年に台湾に売却されたが、その後の消息は不明である。一方140は1922年、 大正11年に阿南鉄道、現在の JR 四国麦線の一部に譲渡され、旧番号のまま使用された。阿南鉄道も1936年、昭和11年7月に国有化され、同期は三度国有鉄道席に戻った。再々買収後の1940年に、越中鉄道、後の富山地方鉄道伊水線及び現在の万葉線新港港線に譲渡された。 1942年、昭和17年に、東北本線村先野にあった、国際経営人、東北化学肥料専用船に売却され、1952年、昭和27年に解体された。131と141については、1912年3月に内務省土木局に保管転換され、直轄河川の工事用に使用されたが、詳細は不明である。 茅や鉄道に譲渡された一両、二号蒸気機関車、923号が、京都府与佐郡与佐野町の、茅や SL 広場に、生態保存されている。同期は、2005年、平成17年6月9日、その機関車大帳と共に、国の重要文化財に指定された。なお上回り、ボイラーは、正番2105であるが、下回りは、 正版2103のものでありどこかで入れ替わったらしい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。